二人は前回も一回泊まってしまったんですけど、今回もレミちゃんに始めてもらいたいなって思います。第1試合、クルミン対リーダーミカ。そうですね、この二人はいつも仲がいいので、そういうのがどう出てくるか、そう思います。第2試合、DH ヘキロ選手対ポケモン。この試合は本当にどうなるかわからないので、自分もリングに立って戦ってみないとわからないです。そしてメインイベント、尽くしたい南ひかり。同い年の尽くし、そして同期のひかり、いろんな思いがありますけども、とりあえず見届けたいと思います。自分はひかりさんの自由さんが巻き込まれないように、ティーンズ工業でもスカイツリーを完成させたいと思います。ティーンズって言ったら尽くしって思われるように、はい、メインを飾りたいと思います。自分は去年の7月にさくらさんとシングルメインでやったんですけども、それが実はシングルでメインというのは初で、今回のティーンズ2回目シングルメイン尽くしとということで、本当に緊張もあるし不安もあるし、どうしようという感じもあるんですけども、これはもう勝ちに行きたいっていう気持ちしか今はなくて、とにかく本当に勝ちたい、